あ、先輩。でも先輩はすごいですよ。よくあんな状況で首の皮一枚とはいえ生き延びることができましたよ。先輩言ってましたもんね。たとえ 1% しか可能性がなくても 99% の気合があれば大丈夫だって。じゃあ会期祝いに今から寿司でも食べに行きますか。またまた先輩のおごりですからね。ああ